さあカウンターガンバー宇佐美です。斜めに走るこのアデミンソン、そこを使います。アデミンソン、アデミンソン倒れた。 PK、 一瞬で相手の前に入りました。アデミンソン、まあ、切り替わった時に、まあ、いわゆるセンターバックの役割をしたわけですよね。おお、外しました。外しましたか。手にキーパーも見ながら、はい、コース決めたようには感じたんですけど、ひょっとするとギリギリまでクソイが動かなかったんで、スペースに流れてきました。アデミルソン、アデミルソン入れた、後ろから倉田、ね、はい、倉田、アデミルソン、宇佐美が入ってきた。宇佐美、強くはチャレンジできないと思うんで、二人の間うまく抜けてますよね。あとはもう右足振るだけなんですけど、小野瀬が入れます。おー、ヘディング、デミーソン、出口が持った時に高尾が内側入りましたから、ちょっとね、長野だと思いますけどアプローチ遅れましたよね。左に流れています。間を通して、さあ倉田、倉田折り返して藤原、押し込む、じゃあ決まった。キープになりました。パトリック渡辺一馬、渡辺一馬、得意のコントロールショット、右を射抜きました。渡辺一馬、止まらないガンバ大阪。渡辺は今シーズンこれが2得点目になります。まあ、これだけやっぱスペースと時間があるとですね、やっぱ攻撃の選手の方が圧倒的に有利ですし、はい、まあ、自分の形持ってんなっていうシュートには見えますね。もともと渡辺一馬はこういうシュートはうまいですよね。はい、まあ、札幌としてもビハインドですからね、点取らなきゃいけないと思って前に出るんですけど、はい、なかなか攻撃の質がこの試合上がらないので、失った後のやっぱり組織のところがだいぶディフェンダーからすると弾きやすい状況なんですね。ゲーム終了です。5対0ガンバ大阪大勝です。逆に札幌にとっては今季最多失点、思わぬ大敗となりました。